ポロナ・ヘルツォグは、スロベニアマリボル出身の女子プロテニス選手。自己最高ランキングは、シングルス35位、ダブルス56位。これまでに WTA ツアーで、シングルス2勝、ダブルス2勝を挙げている。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。身長182センチメートル、体重70キログラム。ヘルツォグは4歳からテニスを始める。 2006年に15歳でプロに転向。2008年全仏オープンと2008年ウィンブルドン選手権のジュニア女子ダブルスでジェシカムーアと組んで優勝している。2008年全米オープンで4大大,大会予選に初挑戦した。2009年全仏オープンで予選を勝ち上がり4大大会に初出場。1回戦で第23シードのアリサクレバノアを6からに4から6。 6から1で破る主君を挙げた。2回戦で、アラバンレザイに6から3、4から6、2から6で破れた。2010年2月のアカプルコ大会では、単クで決勝に進出し、ビーナス・ウィリアムズに6、2、2、6、3、6で破れ準優勝となったが、バルボラ・ザフラ・ボバストリコバと組んだダブルスでは、決勝で、サラ・エラニアンドロベルタ・ビンチを二6、6、1、 12で破り初のタイトルを獲得した。全仏オープンでは1回戦で、土井美咲を63、60、2回戦で、第24シードのルーシー・サファロバを61、62で破り3回戦に進出した。3回戦ではフラビア・ペンネッタに36、06で破れた。現時点ではこの時の3回戦進出が4、大大会の最高成績である。9月のソウル大会のダブルスで、 ゆりあげるゲスト、組2勝目を挙げた。2011年7月のボースタード大会では、決勝で、ヨハンナラーションを6-4、7-5で破り WTA、ツアーシングルス初優勝を果たした。翌週のパレルモ大会でも決勝に進出したが、アナベルメディナガリゲスに3-6、2-6で破れ2週連続優勝を逃した。ヘルツグは2007年から、 フェドカップスロベニア代表として出場している。2010年の日本とのワールドグループ2プレイオフでは、クルムダテキミコには敗れたが、森田歩美に勝利している。スロベニアチームは4勝1敗で、日本に勝利した。2012年のワールドグループ2の日本戦では、クルムダテキミコと森田歩美の双方に敗れ、スロベニアチームは0勝5敗で、日本に敗退した。 2012年7月のボースタード大会では決勝でマチルド・ヨハンソンを06、64、75で破り大会連覇を果たした。ロンドン五輪でオリンピックに初出場した。シングルス1回戦でスペインのマリア・ホセ・マルティネス・サンチェスに2から6、4から6で破れた。2016年8月のリオ五輪で2大会連続のオリンピックに出場したが1回戦で。 金メダルを獲得したモニカ・プイグに3から6、2から6で敗れた。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z。 イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。